今回紹介するのは「生き物語」という本です。ありがとう。風が吹いている。誰もが口ずさめる名曲ばかり。生き物がかりのリーダー、水野良樹氏による自伝的ノンフィクション本初公開。デビュー前の秘蔵写真も多数収録。自分は生き物がかりのメジャーデビュー曲桜を長年カラオケでよく歌ってきたが、 いつの頃からか歌いながら涙がこみ上げてくるようになった歌っているうちにその詩が心の中に染みいって自分の胸を締め付けるようになっていたのかもしれないこの本を読むと その桜の歌詞が水野さんと当時のディレクターの間における互いの魂を削るような妥協のない長く激しいやり取りの末に生み落とされたものであることがわかる類稀まなる才能の持ち主でありながらいつも一人のシャイな若者としてごらず昇るぶらずしなやかに時には不器用に要するに真摯に音楽と仲間とファンに向き合ってきた水野さんこの本では 彼と吉岡さん、山下さんという素晴らしい3人が歩んできた17年の奇跡が彼らの愛し奏でるポップスのように楽しく、そして切なく綴られている。その17年間の物語には愛すべきエピソードが満載だが、個人的には特に小田和正さんたちとのクリスマスの約束をめぐる話が忘れがたい。自分自身 毎年クリスマスのこの番組を見ることで音楽が大好きな自分を再確認してきたが本書では今や小委員会メンバーとして欠かせない出演者の一人である水野さんのこの番組に対する思いが熱く語られているとりわけ2009年のクリスマスの約束で演じられた奇跡のような22分50秒の最後に吉岡さんが歩み出て 水野さんの自負する人生の中で最もうまく描けた曲を歌う時の感動この本を読むとその感動が生き生きとよみがえるその他にも3人と有名無名を問わずさまざまな人たちとの出会い時には別れが語られるが人間と音楽に対する敬意と愛情にあふれた水野さんの筆致はどこまでも爽やかで。 しかも飾らない率直さに貫かれているリラックマで有名な近藤明さんのイラストが3人の飾らない人柄と魅力をユーモラスに可愛く表現している以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします